これまでの滅亡の光は、すぐに艦隊を招集し、目標地点に急行する。総員、出撃準備を。慎重な総司令の迅速な命令に、誰もが事態の深刻さを理解した。翌日未明、地球艦隊は集結した。艦隊数は1万2000隻に上った。地球連邦平和維持軍は、その名が示す通り、地球連邦政府加盟国が提供した艦隊によって編成されている。非加盟国としては史上初の宇宙艦隊を創設した英連邦特殊作戦軍 BEP や、欧州で強力な覇権を持つローマ帝国艦隊などが参戦している。地球艦隊はありていに言えば、かつての海上戦艦に近い形状をしている。海上艦艇とは異なり、水を切る必要はないため、その形状は直方体に近い。艦の後部には推進機関が集中しており、艦の上面甲板には海上艦艇と同じ砲塔から砲身が生える形の連装手法が装備されている。艦の側面部には様々な多目的ミサイルユニットが配置されているが、艦隊下面には少数の迎撃兵器が装備されるばかりで、上面に比べて装備は貧相とも言える。まだ宇宙に出て日が浅い地球人類は、宇宙戦争艦の設計コンセプトは完熟しておらず、旧世代の海上艦艇を引き継いだ形状となっている。本来は宇宙軌道上で建造されるべき宇宙戦艦だったが、太陽系内各惑星のドックでの給油の生産体制により地上で建造されることもあり、やはり艦の上面部に火力を集中せざるを得なかった。設計の甘さが目立つ艦隊ではあったが、そのいずれも疑似異星機関をその内容に宿し、500メートル級の艦艇としては圧倒的な機動力と破壊力を持つ。6年前、月に不時着したザナ星艦共和国艦隊の技術を模倣し作られた疑似異星機関。追消滅による超常的な動力をもたらす、その動力機関はザナ人の持つオリジナルの異星機関に対して性能は遠く及ばないものの、地球人にとっては神から与えられた成果に等しかった。地球人の重力に縛られた思考が作り出した艦隊と、異星人の与えた強靭な心臓を力ずくで合成させた地球艦隊は、その出自に関しては極めて特異なものと言えた。地球人類が保有する宇宙艦隊現有総戦力の1万2000隻の艦隊の光は、地球の地上からも見届けることができるほどで、夜空の一角に無数の光点が集中していた。それらは星々の輝きよりも硬質だったが、どこか儚げな光でもあった。疑似異星機関が作り出す青い粒子をきらめかせながら、彼らは出撃を開始した。そんな中、ジャスティンの元へ戦友から通信が入った。南です。しばらくぶりですね、ジャスティン総司令。ロジャー級の建造が間に合わなかったのは残念ではありますが、現有戦力で全力を尽くすしかありませんね。南はかつて第5次世界大戦でジャスティンの敵として砲火を交えた女性司令官で、地球連邦平和維持軍結成後は副司令として6年前の遭遇戦や2年前のアラーズ戦役で戦果に大きく寄与した。長い黒髪が女性的な印象を刹那的に覗かせるが、それ以外はまさに副司令官前とした鋭利な風格を持つ。艦隊指揮能力と空母運用能力は艦隊随一で、実力と実績のみで並み居る提督を押しのけ、副司令官の地位を獲得した。その功績から戦闘空母ともいえる彼女の艦巨鯨には、タイコンデロガと同等の性能が与えられている。南がその重い責任を持つ戦友の表情をうかがうと、ジャスティンは視線を合わせて答える。南副司令、今一度力を借りたい。よろしく頼む。こちら BEP 長官アレックスだ。我々の精鋭部隊が集結している。ジャスティン総司令、この危機を共に乗り越えよう。英国連邦の中でも精鋭のみを集めて編成された BEP の長たるアレックスは公明正大であり、
連邦平和維持軍にも協力的という点で有名なリーダーであった。その色白な肌と顔の表情筋を大して動かさない真面目な顔つきからは裁判長のような印象さえ与える。 BEP は地球上のどの国と組織よりも早く宇宙艦隊を創設し、長らく宇宙に関する利権を独占していた。かつての秘密主義と組織に蔓延するおごりともいえる旧体制を一掃したのがこのアレックスという男だった。アラーズ戦役でも従前に生かされるほどの情報網を持ち、ザナ艦隊や彼らの動力機関に関する情報を地球連邦平和維持軍に共有したことからも、戦力のみならず情報面でも強力な組織だった。その BEP 長官からの連絡にジャスティンは軽く会釈をする。我が軍への協力感謝する。機関らの戦力、アラーズ戦役の時と同じように頼りにさせてもらいたい。不可知の技術を持つ未知の敵と戦うのは今回で二度目か。我々もそんな時代に生まれたものだ。果たしてそうでしょうか、総司令。これほど刺激的な時代もないでしょう。アレックスがそう言い放った瞬間だった。タイコンデロガの眼前に深紅の艦、ジュリアス・シーザーが横切る。褐色色の装甲が目立つきらびやかなローマ帝国艦隊機関は、くさび型をした艦隊のそこここに幾何学的な文様が走り、鮮血色にも似た輪行がその奥底で光っているようにも見えた。さっさと片付けて帰ろうぜ。突如通信を入れてきたその青年は、ローマ帝国の宗教、軍事、政治を掌握する立場にある教皇で、名をパウロと言った。混乱期にあった欧州で宗教的役割が大きくなり、国家権力が一元化された結果誕生した中央集権型指導者で、6年前戦死した父の後を継いだのを機に世襲した青年だった。当初は少年という言葉で形容されるほどの若さで、国家を大敗させる教皇のそしりすら受けたが、今では若き希望の象徴として世界中に受け入れられている。成人して数年しか経っていないパウロは、年齢相応に直情的で熱くなりがちだったが、即断即決を主とした政治采配は見事で、政治の腐敗を良しとせず、国内の難民問題を側近とともに3年のうちに解決する手腕さえ見せていた。パウロ教皇、要請に応じていただき感謝する。貴殿の艦隊は欧州一と呼び高い宇宙艦隊だ。協力をお願いしたい。地球の危機なんだろ。組織の関係とかどうだっていいさ。そうして一方的に通信が切られる。この場には宇宙に出て間もなく光を超える術すら持たない地球人類がかき集めることのできる最大限の戦力が結集している。ジャスティンは世界中からかき集められた彼らをうまく束ね、この戦いに打ち勝つ必要があった。艦隊出撃直後、ようやく地球連邦政府代表者からの第一声がジャスティンの元に届いた。ジャスティンが座る総司令席はタイコンデロが司令部中央に位置する。そこからの視界は前方の宇宙と周囲に設定された巨大パネル。忙しく動く司令部員らの姿がほとんどを占めるが、総司令専用の小型パネルが手元にあった。そこに映った年配の高官は静かに口を開いた。皮肉なものだ。この状況において軍が最も早く動いたとは。どこか余裕さえ感じさせる声でそう言い放ったのは、ウッドウォード内務大臣、いや現臨時大統領、つまり現在の最高権力者だった。ワシントン襲撃から36時間で政府はその機能を取り戻したが、復帰させたとは名ばかりで、式典に参加した大統領をはじめとする政府首脳陣は即死し、混乱を抑えることで精一杯な状況だった。政府機能を司る主要な建物はワシントン攻撃の余波を受け壊滅。臨時大統領を担当する継承順位をたどった結果、8番目にあたる内務大臣が繰り上げとなった。政府機能復旧含め地球に蔓延する様々な噂の封じ込め、殲滅勧告の隠蔽、各国政府への艦隊招集と救援の呼びかけをこの短時間でやってのけたウッドウォードの顔にはすでに少なくない疲れがにじみ出ている。ウッドウォード臨時大統領、お伝えしました通り、地球連邦艦隊は各国国防艦隊を集結させ、総力をもって敵兵器を迎撃します。まあ、現状はそれが最善策だと思っているよ。現状はね。皮肉めいた態度を隠しもしないウッドウォードに、ジャスティンは顔をしかめる。ジャスティン総司令、
君もよくわかっていると思うが、これは人類滅亡の序曲になるかもしれない。我々が6年前に遭遇したザナ人は真実恐怖だった。たった一石でも地球を粉々にすることができる種族がこの宇宙には確かに存在するのだからね。そのための宇宙艦隊です。即答するジャスティンにウッドウォードがかぶせる。勝てるのか？平然と聞いてくるその質問にジャスティンは答えられなかった。未知の相手に勝てると断言することもできず、最善を尽くすしかありませんといえば状況は変わらない。ウッドウォードは事態を残酷なまでに冷静に捉えているのかもしれない。地球が滅亡することも考え、政府は対応策を打たなければならない。保証はできません。現状連邦平和維持軍艦隊を中心に合計1万2000隻が集結しています。これ以上の戦力はありません。我々艦隊は勝てない場合を想定するつもりはありません。そうだろうな。まあ安心するのだ。私も理想主義者ではない。いざという時のためにプラン B は考えている。プラン B？ その映し出された文字にジャスティンは絶句する。現在政府では艦隊戦力の使い方を議論している。地球滅亡を視野に入れた避難船の護衛計画や太陽系に人工受精卵を拡散する計画も立案されている。だがね、総司令、私は現時点で君の意見に同意している。逃げの計画に艦隊を割くのではなく、全力であの兵器を迎え撃ってほしい。1万2000隻で止めることができれば、我々は来月を迎えることができるのだからね。衝撃的な内容を平然と並べ立てるウッドウォードの言葉にジャスティンの全身から冷や汗が吹く。改めて突きつけられた人類滅亡の現実、ウッドウォードは自分よりも確実に人類滅亡を防ぐためのプラン B を用意していた。ものの数時間で考えたとは思えない内容だった。彼が言うには、地球連邦政府に政府避難船なるものがあり、人類を滅亡させないためにその船に選ばれた一握りの人間と不可欠な生態系と資源を乗せて地球を旅立つ計画があるということだった。さらにその計画はジャスティン率いる艦隊の状況を随時確認しながらいくつかのプランに分けることができるとのことで、最悪のケースは冷凍した人工受精卵のみを太陽系内の惑星にばらまくというものだった。コール背筋を感じる暇もなく、口早にそれらを告げたウッドウォードは再び癖のあるゆっくりとした動作でジャスティンに振り返ってから言った。全ては君次第だ。人工受精卵のみが助かる未来なんて想像したくないだろう。今から20日間以内に目処をつけるのだ。我々は地球から脱出するべきなのか、それとも君たち艦隊を信じていいのか。その間我々は最悪の事態を想定して計画を進める。それまではその艦隊を使って迎撃行動に当たってもらいたい。幸運を祈っているよ、総司令。全人類が君たちの勝利を期待している。その言葉に数倍にも増した重圧にジャスティンの胃が痛む。艦隊出撃準備の声が届き、深いため息を吐く。どの道やるしかない。1万2000隻の艦隊はすでに青い光を焚きながら惑星破壊兵器が探知された太陽系外縁部に進行を開始している。我々艦隊は勝てなかった場合のシナリオを考える必要はない。進撃を開始した地球に存在するほぼ全ての戦闘可能な艦船は地球の夜空を無数の青い光点で照らし出した。地上からも観測できた。それは地球の命運を授けるにしてはあまりにも儚げに見えたかもしれなかった。
ワシントン襲撃から45時間が経過した。地球艦隊は段階加速を重ね、火星軌道を通過していた。惑星破壊兵器は太陽系外縁から着実に進行を進めており、あの勧告を是とするならば、30日後には地球は文明を失うことになる。巡航中に静かにうなる動力音が、ジダの底を打つタイコンデロが艦内で、ジャスティンは落ち着こうと懸命に目を閉じていた。しかし、未曾有の惨劇が作り出す重圧、空前絶後の一大軍事行動の指揮の責任から逃れることはできなかった。総司令として、これ以上市場を織り交ぜることは許し難い行為であることは理解していたが、未だに長男が生きているという可能性を捨てきれていなかった。しかし客観的事実に基づけば、アレンがもう帰らぬ人となったことは認めざるを得ないことだった。ただ現実に受け入れられない自分を演じている方が精神的に楽だったに過ぎない。同時に徐々にワシントンを吸収した宇宙連邦と名乗る組織への憎悪が膨らんでいった。彼らは一体何者なのか。一方的な暴力で他者を断罪する独善的な組織なのか。感情的になってはならないことが総司令官としての鉄則だったが、息子を失ったとなれば話は別だった。惑星破壊兵器と呼ばれるものを必ず撃退し、妻と次男を守りきり、宇宙連邦という組織がなぜこんな暴挙に出たのかを突き止めてみせる。そうでもしなければアレンの死を飲み込むことができないし、残された家族にも顔向けができない。もう一度地球に戻り家族に会わなければならない。夫として、父として、自身の不明を恥じなければならないとしても、どれもこれも戦いの後にしか許されない贅沢なのだから。アレン、その名前を心中で口にしたジャスティンは再び感傷的になった。長男について思い返せるのは不思議と幼少時の頃だけだった。当時から口数は少なく、表情で訴えかける子だった。動物園が好きで、その時だけはよく喋っていたように思う。小さい頃はよく遊んだ。今思えばあの頃家族は一つで、自分も良き父親だったように思う。しかし第五次世界大戦後の人材不足も影響し、若くして重役に抜擢されてからというもの、自分は責務を言い訳にほとんど家族に顔を見せないようになっていた。そして6年前、ザナ人との遭遇を機に、いつしか寝る暇を惜しんで自らが課した職務に没頭するようになっていた。月面基地に半年以上滞在することも珍しくなく、家族との関係が悪化しないはずがなかった。決して妻子と向き合うことを拒み、仕事を優先したつもりはなかった。自らの役職を全力で全うし、地球の平和を維持することこそが家族と共に生きていくことだと信じていた。しかしその考えが間違っていた。最後までアレンの考えも理解できなかったことがそれを物語っていた。私は人の親にはなれなかった。ジャスティン総司令、大丈夫ですか？そういった気の利く副官はジャスティンの心情を把握しているようだった。襲撃から45時間、不眠不休で軍事行動の指揮を取るジャスティンには家族との時間は与えられていなかった。一分たりとも余裕がないといえば嘘になるが、厳密に言えば何を家族に伝えればいいのか考える余裕がなかったのだ。世界大戦当時より共に乗艦してきた副官の任は、皮肉にも家族よりも親しい関係といって差し支えなかった。ジャスティンは小さな声で問題ないと返すと、これ以上父親としての自分をさらけ出すのは軍務に支障をきたすと判断した。総司令官という重役を与えられている以上、自分の判断や言動は地球の危機に直結する。おもむろに任が口を開く。しかしこれでは6年前の月面事件も2年前のアラーズ戦役も全てが怪我の功名ですね。あれがなければ我々はここまでの軍備を持ち得なかったのではないでしょうか。ジャスティンは確かにそうだとうなずいた。6年前、ザナ人が月面に不時着してから全てが始まった。人類のファーストコンタクトにして初めての宇宙戦争、ザナの急進派との戦争はマルタンという協調的なリーダーの協力によって最低限の被害に抑えることができたものの、それを知った地球艦隊の人間は異星人の存在に恐怖した。せめてもの自己防衛としてザナ艦隊の残骸から彼らの動力機関、通称異星機関を奪取し、それをもとに疑似異星機関を開発してみせた。
そして2年前にはその異星機関技術を争う地球人同士の内紛、通称アラーズ戦役が勃発した。人類は異星技術と地球技術を融合させた軍備をさらに昇華させて、今ようやく連邦政府の名のもとに平和を実現しつつあるところだった。ファーストコンタクトもアラーズ戦役もそれらがなければ地球人は今頃無防備のまま震えていたに違いない。幸か不幸か、確かに地球艦隊には戦う力があると言えた。今回も勝てますよ、ジャスティン総司令。あなたなら。ニンがわざとらしく笑顔を作り、ジャスティンを励ます。今までのような計算できる戦いではないことは誰もが痛いほど分かっている。もはや個人の干渉に左右されている場合ではない。総司令がなすべきことをなし、総司令が果たすべきことを果たすしかない。これからどんな戦いが待っていようと市場に振り回されてはならない。私は地球連邦平和維持軍の総司令官なのだから、その責務がある以上、この35日間を最後の1秒まで戦い抜いてみせる必要がある。ワシントンの悲劇から10日が経過し、地球に残された日数は25日となった。惑星破壊兵器はすでに冥王星軌道を通過し、太陽系内突入に向け着実に進んでいた。宇宙連邦の勧告通りならば、残り25日で地球文明は抹消されることとなる。1万2000隻を超えた艦隊は、主力艦隊1万隻が惑星破壊兵器方面へ、残り2000隻と移動要塞は前代未聞の軍事行動を支えるべく、大規模な補給基地のある火星軌道で陣取りを完成させていた。アステロイドベルトに存在した小惑星を改造し建造された移動要塞フェルバルトは、6年前のザナ星間共和国の模倣技術である疑似異星機関を使用、さらにはそれらを複数使用して圧倒的火力を誇る要塞砲を備えており、その要塞砲射程は太陽系半径の半分をカバーするほどの極大射程を誇る。地球艦隊の主砲にして太陽系防衛の要である要塞砲は、直径 60km の小惑星であれば一撃で粉砕できるほどの出力を持つ決戦兵器だった。宇宙連邦による勧告から10日、地球艦隊は太陽系外縁に確認された惑星破壊兵器の遠隔調査を進めていた。海王星基地が主導するその調査作戦は、複数の小型高速ドローンを用いることで各種組成や熱門調査を行い、概要を割り出すことに成功していた。まず大きさは準惑星規模の直径 900km で、宇宙連邦が無から準惑星規模の巨大兵器を建造できる科学技術を持っている文明であることを暗に示していた。次に速度は通告期日までに地球に到達する速度を維持しており、その規格外の兵器を突き動かす技術はまさに超文明の産物と表現しても差し支えなかった。最後に外観は宇宙に溶け込むかのような漆黒の色で、球体にも六角形にも見える複雑な形状をしており、偵察ドローン越しでも見る者にかつてない威圧感を与えた。今のところは攻撃などの目立った動きは見られなかったものの、映像が与えるその不気味さは海王星基地の上層部を恐怖に陥れるには十分だった。はじめは宇宙連邦と称した彼らを軽視していた一部の人間も、和平交渉ができると信じていた高官らも、惑星破壊兵器が動いている映像を見ただけで誰もが口を閉ざした。それほどの脅威を惑星破壊兵器は無自覚に発していた。惑星破壊兵器は規則正しく進み続けた。地球到達まで残り22日となった日、その巨大な球体はついに海王星軌道に到達しつつあった。偵察ドローンによる調査は行われていたものの、太陽系外縁部付近に急遽臨時招集された2000隻の海王星艦隊はついにその真実から逃れられなくなり、異様な戦慄で全身を震わせていた。セルバーティ統括司令、総司令率いる主力艦隊は土星軌道中域を進行中とのことです。老齢の軍人にふさわしい風貌を持つ統括司令は凛々しい総合で返す。了解だ。まあ内惑星の艦隊にしては動きが早い。地球以外への物資補給もこれだけ迅速にやってくれれば、太陽系テラフォーミング計画も失敗しなかっただろう。これだけの艦隊を作り上げても、結局我々は火星にも金星にもエウロパにも住めなかったのだから。まあいい。攻撃命令はまだ出ていないな。
我々はこの戦いで第一撃目を放つ地球人となる公算が大きい。引き続き目標の注視を続けよう。統括司令を任されているセルバーティは老練な軍人でありながら開拓心に飛んでおり、地球から遠く離れ人心も廃れがちな海王星基地の面々をまとめ上げる器量を持ち合わせている。2000隻の海王星艦隊は海王星と土星軌道基地をはじめとした戦力を収集した混成艦隊であったため、百戦錬磨のセルバーティに白羽の矢が立った形となった。海王星防衛基地司令部にて迎撃体制の指揮を取るセルバーティは、不測の事態を考慮し惑星破壊兵器へ接敵するべく、すでに艦隊戦力半数にあたる1000隻の艦隊を海王星中域へ先発させ、残りの1000隻は予備戦力として基地で出撃可能体制を取らせていた。ジャスティン総司令は現状では惑星破壊兵器の情報分析のみを指示しており、海王星艦隊には攻撃命令を出していなかった。セルバーティはこの前代未聞の惑星破壊兵器を海王星で食い止めたいと強く切望していた。外縁部警戒任務に当たってきた艦隊は緊急編成とはいえ精鋭揃いであり、2000隻ともなれば立派な艦隊戦力となる。あの小惑星のような兵器を完全破壊することはできなくとも、推進部のみを破壊し行動を遅延させ地球への到着時間を遅らせることは十分可能であると踏んでいた。しかしそれでもパネルに映るその兵器を見るたびに、先ほどまでの戦意が嘘かのように、これから戦う相手の屈強さに脱帽させられた。肉眼で惑星破壊兵器を初めて認識する人類の一人となったセルバーティには、一体誰がどうやって製造したのか見当もつかなかった。あのワシントンの悲劇から誰もが抱いていた恐怖そのものが惑星破壊兵器を取り巻いていた。その時だった。基地司令部のパネルが赤く点滅し、けたたましい警告音とともに召喚が映像に現れた。先発艦隊の戦績を指揮するマーシャル少将だった。セルバーティ氏、大変です。どうした少将？偵察ドローンが巨大な重力波を確認。通信越しにマーシャルが叫んだ。セルバーティは続けて発せられた報告をかつてない強打な目つきで聞き入れることしかできなかった。巨大不明艦来ます。何が起こっているのかセルバーティには皆目理解ができなかった。立ち上がったその刹那、司令部の前面パネルにワープアウトした全長9000メートル超えの超ド級不明艦が映し出された。宇宙の漆黒を照らし出し、周囲に巨大な重力波と緑色の粒子を撒き散らしながらその巨艦は現れた。長期戦は恥だ、さっさと終わらす。その声を聞いた刹那、セルバーティには幻の方向を終えたような気分になった。間違いなかった。地球艦隊と唯一自動翻訳による通信ができる高度な文明、黒光りした超巨大な船体、全長9000メートルに及ぶ5つの円柱を五角形の頂点それぞれに並べたような外観、間違いない。全身の毛穴という毛穴が全て泡立つ恐怖を感じながら、セルバーティは心中で絶叫せずにはいられなかった。あれはザナ艦隊。次回、滅亡の光は。